岡本芳雄です。情報工学工房のコックで学ぶ計算機ソフトウェアの基礎について説明していきます。これが概要になります。希望人数は5名程度です。でですね、このテーマの必要技能としての要求レベルは割と高いです。で、4つあります。1つ目は自分の使えるPC にコック最新版をインストールできること、インストールして使えることです。で、2番目、関数型プログラミング言語の経験があることです。ここで関数型プログラミング言語というものには LISP 系の言語も含むことにします。で、経験があると言っていることの目安は9時間ぐらいと知ってください。別に9時間でなくてもいいですけども、一応目安です。で、3番目、講義離散数学を履修しているか、それと同等の能力を持つことです。で、4番、英語の文献を読むのが苦ではないことです。この4つが必要となります。で、実施時間ですけども、外出自粛期間が終わっても遠隔オンデマンドでやっていきます。ので、決まった曜日の決まった時間に会うということは今のところ考えてません。概要ですけども、ピアスらが書いたソフトウェアファンデーションズを読んで演習問題を解いていきます。で、基本は自習になります。最終的には簡単な再帰的アルゴリズムの正当性証明ができるようになれれば素晴らしいと思います、という内容です。で、このコックで学ぶ計算機ソフトウェアの基礎というテーマなんですけども、このコックってのは何かっていうと、証明支援システムのことです。で、これを使って証明などをしていきます。で、計算機ソフトウェアとここで言っているものは、大体プログラミングとアルゴリズムのことだと思ってください。計算機ソフトウェアというものは、それよりももっと大きなものを指すかもしれませんけども、ここではプログラミングとアルゴリズムを指しているということです。で、最後に基礎というのがあるんですけども、基礎といってもそれは簡単であることを意味するわけではないです。それよりは、その計算機ソフトウェアというものの土台となっている基礎的な考え方をこのテーマでは勉強していくということになります。このテーマに向いている人は、ソフトウェアの原理やソフトウェアの数学を勉強したい人、そして証明や論理に興味がある人、こういう人には向いていると思います。このテーマの基本的な考え方なんですけども、この計算機ソフトウェアの基礎というものの、専門では私はないんですね、実は。で、どちらかというと私はこのテーマを今勉強したいと思ってるんです。で、その一緒に勉強する人をこのテーマで募集したい、願わくば教えてくれる人というんですかね、一緒に勉強してくれる人を募集します。そういう意味で私も皆さんも同じ立場にいると思ってください。それでですね、先ほど挙げたこの必要技能なんですけども、これは私がですね、持っている能力ぐらいだと思ってもらえれば差し支えないかなと思います。私はこれぐらいはできますし、これぐらいの容量しかないと思ってます。でですね、教科書は先ほど言ったピアスらの書いたソフトウェアファンデーションですけども、これは書籍となって、物理的な実態があるわけではなくて、ウェブ上に公開されているテキストです。で、これたびたび改訂されるんですけども、その最新版を使っていこうと思ってます。で、一部和訳もあるんですけども、それは古いバージョンのみに対応しているので、この新しい最新のものは英語で読むことになります。で、この授業ではそのボリューム1とボリューム3に当たる内容を勉強していきたいと思ってます。進め方ですけども、Google Classroom でやっていこうと思ってます。でですね、基本的に演習問題を解いていくんですけども、問題の解き方は一つありませんし、模範解答というものもありませんので、自主性を持ってその問題に取り組むというのが重要です。で、毎週問題を解いて、それをこの Google Classroom とか、場合によっては Google Meet とか Zoom を使ってディスカッションを行うということを行っていこうと思っているというテーマです。で、それで能力をつけていきましょうということになります。細かいことはちょっとここで説明できませんでしたので、もし細かいことが聞きたい場合には、問い合わせ先として私のメールアドレスを下に書いてありますので、そちらの方にお問い合わせください。よろしくお願いします。以上です。